では初めの話題です。高畠町阿久津のまほろば古の里歴史公園では今色鮮やかなアヤメが見ごろを迎え、訪れる人を楽しませています。公園を維持管理する高畠町歴史公園管理組合では、訪れる人に四季折々の花を楽しんでほしいと、春から秋にかけて菜の花やひまわり、彼岸花などを植栽しています。アヤメは地元阿久津の人たちが中心となり、10年前におよそ200株を植え替えしたものです。今日の高畠町は朝からあいにくの雨模様となりましたが、園内では阿久津八幡神社の三重の塔と紫一色のアヤメとのコントラストを写真に収める人の姿も見られました。今年は例年よりも10日ほど早い先月22日頃から咲き始めたということで、佐藤正弘組合長は自然豊かな公園内を散策しながら、今一番のアヤメを楽しんでほしいと話していました。サクランボ狩りや海水浴などの行楽シーズンを前に、沖多摩の4つの警察署と高速道路交通警察隊による合同の交通事故防止キャンペーンが昨日からスタートしました。道の駅米沢で行われた出動式には、米沢、南陽、長井、小国の各警察署の署員や高速道路交通警察隊などおよそ40人が出席し、はじめに交通事故犠牲者に黙祷を捧げました。続いて米沢署の桃野井義則署長が、本格的なレジャーシーズンが到来すれば県外からの旅行客も増え、交通量の増加が見込まれる、夏型のぼんやり運転などが重大事故につながらないよう交通安全の意識向上を図っていきましょうと訓示しました。この後、長井署の渡辺剛志交通課長が出動申告を行いました。長井警察署渡辺警部以下25名、夏の交通事故防止対策のため、ただいまから沖多摩方面ご所属合同による広報啓発および交通指導取締りに出動します。そしてパトカー15台が管内の巡回に出発しました。沖多摩管内では先月19日に米沢市で道路を横断中の高齢女性が車にはねられ死亡する事故が発生していて、県内の交通事故死者数は5月末現在14人と去年よりも9人増えています。この交通事故防止キャンペーンは8月中旬まで行われ、広報活動や取り締まりを強化して国道などでの重大事故の防止を図ることにしています。この日は出動式の後、米沢地区地域交通安全活動推進委員など4人が道の駅米沢で休憩するドライバーなどにチラシを配り、安全運転を呼びかけていました。今月から新たに米沢市のお正品地域おこし協力隊として着任した千葉県出身の女性に、昨日辞令が交付されました。6月1日付で新たに隊員となったのは、千葉県市川市出身の山岡のぞみさん、30歳です。山岡さんは大阪の大学を卒業後、東京で幼稚園教諭として勤務していましたが、米沢を訪れた時に知り合った里山ソムリエの黒田美香さんとの関わりを続けていく中で、米沢の人の温かさやつながりの深さ、四季の移り変わりの素晴らしさに感銘を受け、移住したいと協力隊に応募したということです。中川市長は、
これまで培った幼稚園教諭の経験を生かし、米沢の魅力を発信していってほしいと激励しました。山岡さんは地域振興課の所属となり、紅花プロジェクト専門員として体験学習で子どもたちに紅花の栽培について教えたり、紅花の活用法などを研究していくということです。事例をいただきまして、本当に米沢に来たんだなという思いで、これから頑張りたいなと思っております。私は紅花の担当として、私も紅花の種やお花を実際にたくさん触れたり、子どもたちや地域の方と一緒に育てたり、それを使ったりして、紅花の良さや米沢の良さをたくさん伝えていきたいなと思っています。よろしくお願いします。米沢市では今年度、地域おこし協力隊を11人に増員することにしていて、山岡さんを含め現在隊員は6人となっています。では次です。米沢市内の環境整備に役立ててほしいと、米沢商工会議所女性会から米沢市に昨日寄付金が送られました。米沢商工会議所女性会では、平成15年に会の設立20周年を記念して、春日の掘立川沿いに大山桜13本を植樹しました。その後、植樹した桜の管理を市に依頼していることから、維持管理費として毎年寄付金を送っています。市役所で行われた贈呈式には、小島敦子会長など5人が出席し、はじめに小島会長が会員57人から寄せられた寄付金5万円の目録を中川市長に手渡しました。続いて、長年にわたる寄付が市の美しい景観づくりに大いに貢献したとして、中川市長から小島会長に感謝状が送られました。中川市長は、濃いピンク色をした美しい大山桜は市民の憩いになっている。今後もずっときれいに咲き誇るようしっかり管理していきたいと感謝の言葉を述べていました。世界禁煙デーに合わせた施設のライトアップが今、県内各地で行われています。このライトアップは5月31日の世界禁煙デーと6月6日までの禁煙週間に合わせて、県内の医師会や看護協会などで組織する山形県四市会禁煙推進委員会が企画したものです。県内各地の観光スポットや医療関係施設などをシンボルカラーのイエローグリーンにライトアップしていて、このうち米沢市では健診センターと山台工学部内にある国の重要文化財、旧米沢高等工業学校本館で行われています。このイエローグリーンには受動喫煙をしたくない、させたくないという思いが込められていて、暗闇の中で鮮やかに照らされた建物が見る人に健康な未来を目指そうという明るいメッセージを届けています。ライトアップの期間は今月6日火曜日までとなっていて、東南沖多摩では川西町役場などでも行われています。掛け軸や屏風などを展示した表層内装展が今日から3日間米沢市民ギャラリーで開かれています。この展示会は山形県表具内装組合連合会が、掛け軸や屏風といった表層や内装の技術向上と後継者の育成を目的に毎年開いているもので、米沢市での開催は3回目です。
今回は東北6県の作品を集めた東北ブロック作品展も合わせて開かれ、掛け軸や屏風のほか、木製の土台に紙や布で装飾したパネルなど、合わせておよそ70点が出品されました。このうち掛け軸は、絵画や書の雰囲気に合わせて布や紙で飾られた伝統的な作品のほか、磁石で貼り付けられる細工を施し、作品を自由に配置できるものや、人気アニメを彩り鮮やかに表層したものなど、新しい作品も展示されています。また2種類の壁紙をデザイン性豊かにつなげた襖や、大型の絵画を屏風にした大作も見ることができます。訪れた人は作品をより引き立てる東北6県の表具師の技に足を止めて見入っていました。この展示会はあさって4日日曜日まで米沢市民ギャラリーで開かれています。では次です。健康ミッションと題した講演会がおととい高畠町の元気館で開かれ、健康で長生きするための秘訣や食事法などについて理解を深めました。この講演会は予防医療や介護予防にかかる支援などを行っている NPO 地域健康プランと町が共同で開催したものです。講演会では初めに公立高畠病院の内科担当医師中村翔さんが講演し、町と地域健康プランが研究を進めた町民の健康データをもとに、糖尿病、高血圧、メタボリックシンドロームなど生活習慣病を予防する大切さを分かりやすく紹介しました。続いて東京大学の丁雄一教授が骨と軟骨の健康と題して講演しました。丁教授は健康寿命には骨と軟骨の健康が大きく影響すると説明し、骨と軟骨に大切な食事法や生活習慣を伝えました。骨の健康にはカルシウムのほかビタミン D、タンパク質なども摂取することが大切で、カルシウムの吸収に重要なビタミン D は皮膚で作ることができるため、適度に日光を浴びることも大切だと説明しました。この講演会ではミッションと題した3つの質問が書かれた指令書が配られていて、参加者は講演で得た知識を書き込み、ミッションをクリアしながら健康寿命を伸ばす秘訣に理解を深めていました。軟骨の変性が加齢とともに